とうとうサッカー専門誌も J リーグを取り上げてしまう。SNS などでは地方自治体の税金を頼りにしているとの見方から、J リーグと揶揄するコメントや否定的意見が散見されるとの指摘もされたが、揶揄されることと審査の進め方のつながり派なんとも申し上げられないと話すにとどめた。サッカー専門メディア劇坂の記事。記者の質問に回答したのは J リーグの大城クラブライセンスマネージャー。劇坂まで J リーグ言うようになったんか。毎回特例出してるからクラブを潰す気ゼロ。秋田派100年くらい特例でしのげ、地域癒着の J リーグ。先行きが不透明すぎて関係者ですら今回のライセンス交付は無理とまで言っていた秋田でさえ、特例で交付されるならもういらんよ。真面目にやってるところだけがバカを見る制度。海外だと一部リーグでも結構しょぼいスタジアムのとこ多いのに、日本派なぜかやたらスタジアムに厳しい。今年の流行語大賞派 J リーグでは